ための錬金術師を目指し、今までより大きな店を営むことにしたリディとスール。必死にお金を貯め、ようやく開いた2人の店は、努力の甲斐もあり、毎日大繁盛。スールの天性の詳細もあり、瞬く間にその規模を広げていったのでした。今日も彼女たちの店は開店の時間を迎え、たくさんの客がやってきます。売れ行きの傾向的に次来る商品はこれとこれかな。リリー、増産するための材料ってあったっけ？なかったら至急仕入れの契約を。多分足りなくなっちゃうね。分かった、仕入れの方は任せて。うん。さて次はソレイユ通りの店に視察しに行かないと。スーちゃんは本当に忙しいね。大丈夫？無理してたりしない？平気だよ。これももっとお金を儲けるためだもんね。もっとお金が儲かればもっとお店を開ける。そうすればもっとたくさんの人を助けられる。そのためにも美人女社長として私は立ち止まっていられないんだよ。商品売り切れちゃった。あんなに用意したのに？計画変更。リリー、今から作るよ。うん。やっぱりお金を稼ぐのって大変なんだね。スーちゃんが考えたお薬作ってみたけど、本当にこれ効果あるのかな？あ、疑ってるな。大丈夫だよ、私作のレシピなんだから。ちょっと試してみようか。じゃあお互いに少しずつ飲んでっと。うわ、これすごい匂いだよ。本当に飲んでも大丈夫？平気平気。ほら。はあ、味は美味しくないけど飲めなくはないはず。わかったよ。美味しくない。あれ、おかしいな。私が目の前にいる。成功したみたいだね。飲んだ2人の心を入れ替える薬。作っておいてなんだけど、そんなすごい薬だったの？あれ、そうだよ。おっと、そろそろ効果切れみたい。お、今度はスーちゃんが目の前に。よかった、戻れたんだ。うん、これを使ってルーシャと入れ替われば。そっか、ルーちゃんが暇なのかどうか一目瞭然。丸わかり。そういうこと。さあ、ルーシャの化けの皮を剥がしに行こう。やることやること。どこ行く？ないから、この薬ちょっとだけ飲んでみようか。何ですか急に、気味が悪い。そんな薬飲むわけないでしょ。仕方ないね。リリー、あの作戦で行くよ。ラジャー、覚悟しなさい。ルーちゃん、はーい、がっちり抑えました。リリー、やっちゃえ。ちょっと離しなさい。動けません。大丈夫大丈夫、臭いけど害はないから。いや、信じられませんって。これ明らかにダメな匂いですって。そんなことないよ。私たちだって試したし。そうそう、というわけでルーちゃんも行っちゃえ。よーし、じゃああとは私が飲んでごくり。まっつー。はあ、どういうことですか。どうして私が目の前に。ふふふ。それじゃあリリー、頼んだよ。私はバッチリ調査しておくから。はーい。それじゃあアトリエに戻ってよね、すーちゃん。待ってください。何かがおかしい、おかしいってばー。さてと、邪魔者はいなくなったし、調査調査。普段どれだけ遊んでるか暴いてやる。お、手帳みーけ。どれどれ。うわー、すごい仕事の数。うちとは比べ物にならないや。ん？端っこに細かく何か書いてある。早く仕事を終わらせてリリーたちと遊びに行く。スーたちがお腹を空かせてないか確認。調合で悩んでいるところがないか聞いてみる。できる限りおばさまを亡くして寂しがってる二人に寄り添ってあげること。あれ、私今まで勘違いしてた。ルーシャがアトリエに来てくれてたのって。ありゃ、時間切れか。おかえりスーちゃん。それでどうだった？そうだったんだ。だとしたら私たち今までルーちゃんにひどいことしちゃってたかも。うん、私たちのために忙しい中時間を作ってくれてたのに。今度からはもうちょっと優しくしてあげよっか。それはそれとして、もう一つ報告。ん？何？入れ替わってみて分かったんだけど、ルーシャって見た目よりだいぶ大きくて。ほっほう、それは聞き捨てなりませんな。もう少し詳しく。次の予定は、うん、どれくらい休憩し、さあ行こう。どれくらい休憩し、さて行き先は。さて、行き先は。おー。あー。者さん、もしかして怒っていらっしゃいます？当たり前です。あんな臭くてまずいものを飲まされて怒らないわけがないでしょう。何だったんですかあれは。あれは心を入れ替えるお薬なんだ。あの時はすーちゃんとルーちゃんが入れ替わってたの。は？それでね、もっと怒らせちゃうかもしれないけど、私ルーシャの手帳見ちゃった。ルーシャが私たちのことをあんなに思ってくれてたなんて。気づく。あれは違います。ペンが滑っただけです。別にあなたたちに会いたいなんて、そんな。またまた照れなくていいのに。照れてません。ああ、もう嫌だ、嫌です。あれを見られるなんて、消えてしまいたい。悪かったってば。でもさ、ルシャって思ってたよりよっぽど忙しかったんだね。私たちでよければお仕事を手伝おうか。報酬なんかは気にしなくていいからさ。いえ、それは遠慮しておきます。私は栄えあるボルテールの主ですし、2人より年上、お姉さんですから。リディとスーに手伝ってもらうのは私のプライドが許しません。そんなこと言って、前は私たちに道具作らせたじゃん。あれは私だって本当はあんなことしたくなかったですよ。ルーちゃん？お出かけ、お出かけ。ああ、リリーです。今日はご飯でも食べに来たんですか？レンティン釜の上に、調味料ならかき混ぜ棒が。いや違うけど。っていうかルーちゃん大丈夫？言ってることめちゃくちゃだよ。そうですか？あんまり自覚ないんですけど。重症だ。これは重症だ。ずいぶん疲れた顔してるけど、平気なの？はい、平気です。私、仕事は大好きですので。本当に？もちろん。少しでも仕事をこなして評判を上げて、お金をじゃんじゃん稼がなきゃいけませんから。そのためにもプニを入れたゴブレットを天井から吊るして杖でつっついてダメだ。完全に疲れきってる。これは帰った方が良さそうだね。ルーちゃん、あんまり無理しちゃダメだよ。分かってますって。さてと、清水を水洗いして暖炉に石をくべて。さあ行こう。どれくらい休憩しよう。さあ行くとしよう。面白いもの。お出かけお出かけ。なん材料いやこうすると音。さあ君ここまではバッチリみたい。どこに行こうかな。いつも言っているでしょ、使ったものは元の場所に。でもほら、私にとっては使いやすいところに置いてるし。あ、またソフィーさんが怒られてるもう見慣れすぎてこのアトリエの名物みたいに思えてきちゃった。クラフトのことよろしく。こら待ちなさい、うん、逃げられましたか。ごめんなさい、タイミングが悪い時に来ちゃいましたね。いえ構いませんよ。えげつない。私だってできれば説教などしたくはありません。ですがソフィーは錬金術の腕とは裏腹に日常生活に必要な技能がほとんど成長していない。このままでは錬金術だけが取り柄の超絶ダメ人間になってしまいます。彼女には普通の幸せをつかんでほしいですから、錬金術以外のこともできるようになってもらわないと。なるほど、ブラウタさんのお説教、そういう理由があったんですね。あはは、ブラウタさんってソフィーさんのお母さんみたい。お母さん？年寄り臭いだのおばあさんだのとは今まで散々言われてきましたが、お母さんと呼ばれたのは初めてです。これは逆に精神的に来るものが。そうですか。ブラフタお母さん結構似合ってると思いますけど。やめてください、お母さんと呼ばれるくらいなら年寄り扱いされた方が幾分かマシです。2人とも今後は私をお母さんと呼ばないように。はーい、わかりました、ブラフタママ。スール、あなたにはやはり説教が必要なようですね。さあこちらへ。やば、やりすぎた。失礼しまーす。お、スーちゃん？ブラフタさんまた。やれやれ、本当におてんばな双子たちです。錬金術で無理やり作っちゃうっていうのは？そうだなあ、やめておいた方がいいかも。どうしても安定性に欠けちゃう気がするし。となると、困りましたね。ずいぶん難しそうなお話をしてますね。何かあったんですか？